これええなぁ。こっちもええやん。何やっとん？何って卒業式に着ていく服探したやろ。そんなん何でもええやん。よくないわ。母親同士っていうのはな、口には出さんけど腹の中ではお互いのファッションチェックしやっとんやん。だからダサい服なんか着とったら陰で笑われるんや。うわ、怖っ。今のおばさんは噂話とか好きやろ。なんて？ていうか俺卒業式行かへん。は？今時卒業式とかエモくないやん。エモくないってそういう問題ちゃうやろ。卒業証書どうするんよ。あんな紙切れいらんわ。あんな卒業証書がないと卒業したことにならへんねんで。おばはん、それ本気で言っとん？俺がそれを信じると思う？あんなもん形式的なものにすぎません。ということで俺は欠席するから。ちょっと待ちいよ。高級な美容院とかも予約してもたし。知るか、そんなもん。お母さんだけが言っとったらええんちゃん。代わりに卒業証書もらっといていいで。親だけ行ってどうすんねん。まったく、太郎、最後も最後まで誰が何と言おうと行きません。チャンネル登録して通知をしてね。数時間後。ただいま。ただいまじゃないやろ。本日も私のようなザコサラリーマンを温かく迎えてくださりありがとうございますやろ。うわ、なんか知らんけど機嫌悪。ごめん、そうやった。俺来て。どこらん？つべこが言わんとさっさと来て。こんなん来てどうすん？渡るの代わりに卒業式出てもらうから。オッケー、来週やっけ？ってなるか、意味わからんわ。渡るどうしても出たくないやって。でも私は卒業式の晴れ舞台のためにダイエットもしてきたし、新しく買った本丸ドレスをママ友に披露したいやん。だからお父さんも渡るのふりして。ダイエットってどこか。さすがに言うとることむちゃくちゃ。ええから練習すんぞ。ロボ川渡るくん。はい。声が小さい。はい。あなたは中学校の課程を収め、その業を終えたことを称します。第三ロボ中学校、ロボ川ママ子。卒業おめでとう。その校長の感じやりたいだけやろ。こんなんじゃ全然あかんわ。ちゃんと当日までに仕上げとけよ。あ、ほんまにお父さんが行く。仕方ないやろ。いや、卒業生の中にこんなおっさんおったら一瞬でバレるやろ。そもそも友達が気づくやろ。渡るには友達が一人もおらんねん。え？寂しい3年間やったんや。おい、勝手なこと言うな。あ、聞いとった。どういうね、あれ。さすがにきついって。お前が卒業式に出たらええだけの話やからな。分かったわ。え、え3万で出たの。金取るんかい。卒業祝いやと思えばええやろ。分かった、お父さんからもらって。はあ、なんでやねん。学ラン着る恥ずかしめを受けるよりはええやろ。どっちも嫌や。うるさい。よっしゃ。ついに迎えた卒業式当日。なんとママは張り切りすぎたのか高熱を出してしまい、とても参加できる体調ではなかった。決勝難しいな。理学の服入るかな、お母さんの服。ちょっとおっさん何やっとん？いや、お母さんが行かれへんから代わりになろうかと思って。気持ち悪すぎるわ。俺もう絶対行かんからな。え？お母さんよ。違うわ。おまけ。あんなもの形式的なものにすぎません。わっじゃない。いる。あんなもの形式的に。じゃあ待てんとってよ。オッケー、来週やっけ？ってなるか、ボケクソハゲ。ちょっと噛んでなかったしか。噛んどった。そうだね。ええから練習すんぞ。ええから練習すんぞ。はぁ、なんでやねん、このクソババ。そんなこと書いてないやろ。間違えた。間違えたちゃう。チャンネル登録して通知をしてね。